突然ですが、皆さんはディーゼル機関車といえば何を思い浮かべるでしょうか。私は国鉄 DD51 型ディーゼル機関車を思い浮かべます。国鉄幹線から蒸気機関車を廃止する、いわゆる無煙化を推進するため、1962年から1978年までの16年間に649両が製造されました。最盛期には四国地方を除く日本全国で使用され、非電化幹線の無煙化、動力近代化を推進した一方で、DD51 型の導入によって高い人気を博していた蒸気機関車が次々と廃車に追いやられたことから、当時の鉄道ファンからは嫌われた存在でした。しかしながら、当時は不可能とまで言われた大型ディーゼル機関車用のトランスミッション液体変速機を開発し、軽量化とハイパワー化を両立させた、まさに技術力を結集させた夢の機関車だったのです。1987年の国鉄分割民営化後においても、 JR 各社に259両が継承されており、長年にわたり客車列車、小編成の貨物列車の運用に充当されてきました。しかしながら、近年においては定期客車列車の消滅、 DD51 型自身の老朽化に伴い、2022年現在では JR 東日本で2両、 JR 西日本8両、 JR 貨物6両の合計16両のみとなっています。しかしながら、民営化直後、定期客車列車が削減されつつも、非電化区間における貨物列車は必要不可欠であるため、DD51 型を置き換える新型ディーゼル機関車の開発が必要でした。そこで、1992年に JR 貨物と川崎重工業にて開発されたのが DF200 型ディーゼル機関車です。1993年3月より JR 貨物が運用を開始して以来、非電化幹線が多い北海道地区を中心に、本州においても関西本線などで活躍しています。しかし、車体が重すぎることから、災害時の迂回運転で使用できない弊害も発生していたのです。今回は、JR 史上最強のディーゼル機関車 DF200 型をご紹介いたします。国鉄が分割民営化された1980年代後半、非電化区間の本線用機関車の主力として、国鉄 DD51 型ディーゼル機関車を使用していました。DD51 型の車両スペックは、機関車出力2200馬力、最高運転時速95キロであり、国鉄時代においては、非電化幹線の無煙化と高速化を推進してきました。しかし、国鉄が分割民営化された後、JR 各社は、高速道路網を経由する高速バスや自家用車に打ち勝つため、最高運転時速120キロを超える旅客用機動車を開発します。非電化幹線が多く存在する JR 北海道においても、1988年3月からキハ183系550番台、1550番台を導入し、時速120キロ運転を実現していました。こうした中、 JR 貨物においては特急型車両のみならず、普通列車においても軒並み高加速化、高速化を果たし、札幌圏での列車本数も増加したことから、貨物列車のダイヤが組みづらくなってきたのです。これに加え、 JR 移行後の輸送量増大や貨物列車の高速化に対し、 DD51 型のスペックではパワーが足りず、恒常的に10連での運用を要したことに加え、北海道の厳しい気候風土による車両の老朽化も目立っていました。これを受けて、10連運転の解消と DD51 型の置き換え、貨物列車の高速化を目的に開発されたのが、JR 貨物 DF200 型ディーゼル機関車です。DF200 型の最大の特徴は、それまでの DD51 型のように、トルクコンバータと呼ばれるトランスミッションが存在せず、エンジンによって発電機を回転させて、その発生した電力で電動機を駆動する、いわゆる電気式が採用されています。ただし、大きなエネルギーを蓄える大型バッテリーが搭載されていないことから、JR 東海の HC85 系で採用されているシリーズハイブリッドとは言いません。電気式ディーゼル機関車としては、国鉄 JR では、1957年に製造された DF50 型以来となりましたが、3VF インバータ制御方式の採用など、数々の最新技術が盛り込まれ、先進のディーゼル機関車に仕上がっています。車体は、
従来の DD51 型や DE10 型などの凸型車体をやめ、20メートル吸爆型車体が採用されています。外観のデザインは、新形式機関車としてふさわしいモダン風に求められており、ややスランとした前面窓付近においては、先にデビューした EF66 型100番台や EF500 型の流れを組んでいます。通常運転時は10連運転を想定しておらず、正面に貫通扉は設置されていません。また、屋根高さを車両限界いっぱいの4メートルにして、機器類の偽装区間を確保しています。側面より見て、車体中央部に放熱器、冷却ファンなどの冷却系統、その両隣に動力源となる機関と発電機を搭載し、周辺間装置、補助電源装置など電気系統機器は運転台の真後ろに設置。機器配置は、おおむね前後対称にすることにより、最適な重量配分を実現しています。動力伝達方式は、従来の主流であった液体式ではなく、国鉄 DF50 型以来の電気式として開発されました。DD51 型などに採用されていた液体式とは、エンジンと車輪に動力を伝える同軸の間に、トルクコンバータと呼ばれる変速機を搭載した機構を指します。エンジン、すなわち、内燃機関は電動機とは違い、静止状態から直結発進することはできません。つまり、車輪とエンジンの間に動力を切り離したり、つなげたりする機構が必要となります。しかし、大型のディーゼル機関車においては、自動車のように、クラッチと変速機を用いて動力を伝える場合、運転士の運転操作に熟練を要することから適切ではありません。そこで、クラッチを必要とせず、変速機を使用し、出力軸のトルクを増幅する装置として開発されたのが、トルクコンバータなのです。しかしながら、1970年に国鉄が開発した DE50 型の試作を最後に、大出力に耐えられるトルクコンバータの開発、設計がされていないことから、一から設計すると、相当の時間を要することが予想されていました。そこで、DF200 型においては、3VF インバータ制御など長年の進歩を遂げた電気機器を採用することで駆動系の小型化とメンテナンスの軽減が図れることから DF50 型以来の電気式が採用されたのです。発電用エンジンにはツインターボは2オクーラ付き V 型12気筒ディーゼル機関を2機搭載。これは同じく V 型12気筒ディーゼル機関を搭載する国鉄 DD51 型と比べてエンジン排気量が61100cc から 46300cc にダウンサイジングされ、小型、高出力化が図られています。これにより、エンジン、発電機、周辺間装置、主電動機を含むパワーユニットの小型化に貢献しているのです。試作車、初期に製造された基本番台には、1時間定格出力1700馬力のドイツ MTU 社製の 12V396 型を採用。ここで日本製が使用されなかった理由の一つとして、馬力やトルクに関しては申し分ない性能を発揮する日本製に対し、世界最大の高速ディーゼル機関メーカーでもあるドイツの MTU 社においては、馬力やトルクのみならず、それを小型軽量にする技術が素晴らしく、電気機器を多数搭載する必要がある DF200 型にとっては、MTU 社製のエンジンを搭載するほかなかったのです。しかしながら、1999年12月から製造されたマイナーチェンジ版である50番台以降においては1時間定格出力1800馬力、短時間定格出力2071馬力にパワーアップした日本の小松製 SDA12V170 型に変更しています。これら各エンジンには東芝製ブラシレス動機発電機が1つずつ合計2機搭載されています。このエンジンと発電機によって発電された電気によって電動機を動かしています。主電動機は1時間定格出力320kW のカゴ型3層誘導電動機 FMT100 型を6機搭載するため、機関車の最終的な最大出力は 1920kW となり、馬力に換算して2610馬力にも及びます。これらにより DF200 型は最高運転時速 110km、最大牽引力は DD51 型の約2倍にもなる 33390kgf を確保しています。馬力に関しては DD51 型の2000馬力と比較して大きな差はないものの、牽引力が大幅にアップしている理由は電動機の特性にあります。エンジンは
トルクの出方が山なりであり、ある程度の回転数を回さないと最大トルクは発生しません。しかし、電動機は最初から最大トルクを発生するため、エンジン車よりも牽引力が大幅にアップするのです。電動機の制御には 3VF インバータ制御を採用し、スイッチング素子には100番台までは GTO サイリスタ、100番台以降は IGBT を使用しています。また、1個のインバータで1個の主電動機を制御する 1C1M 方式の個別制御システムにより、最終的な出力は BD51 型の 1.5 倍で、平坦線における800トン牽引時は時速110キロ以上の均衡速度を維持することができます。台車軸は F 型であることから3つ存在し、乾燥重量は96トンにも及び、1つの台車軸の軸重は16トンとなります。これは、先代の国鉄 DD51 型の84トンと比較して12トンもの重量増であり、この重量増が DF200 型における弱点の1つでもありました。2000年3月に発生した北海道の有珠山噴火に伴い、室蘭本線が不通となった際、貨物列車は、長万部から、倶知安経由で札幌方面に抜ける、函館本線への迂回運転が実施されます。しかし、函館本線の長万部小樽間は、線路等級が低いことから、車体重量が重い DF200 型が走行した場合、最悪、レールが耐えきれず壊れてしまう可能性があったため、この迂回運転には DD51 型が使用されたのです。このように、電気式には様々なメリットが存在しますが、車体重量が大幅に増加してしまい、線路側における対策も必要になるデメリットも存在するのです。機関車本体用の単独ブレーキは電気指令式空気ブレーキを採用。貨車への編成ブレーキには、ノッチ式のハンドル操作により、各ノッチで設定された圧力までブレーキ間圧力を減圧する自動空気ブレーキを採用。また、時速30キロ以上で走行している時に制動をかけた場合は発電ブレーキが作動しますが、編成全体のブレーキが不足していると判断された場合は、機関車の空気ブレーキがフォローする仕組みとなっています。なお、戦術の通り、大型バッテリーを搭載していないことから、外製ブレーキは使用することができません。体感耐雪構造として、運転室では、気密対策、暖房能力を向上させ、前面窓ガラスは、熱線入り、温風式デフロスタを装備。さらに、台車には、砂巻き装置の詰まり防止のため、電動機の排気熱による温風ヒーターを装備。ブレーキ装置には、車輪等面と整輪士間に雪が噛み込むのを防ぐために、耐雪ブレーキ制御を行い、ブレーキ制御装置と防湿装置には、保温ヒーターを装備しています。DF200 型は、1992年9月、試作機である901号機が川崎重工業で落成します。量産機との違いは、前照灯が正面窓上に4個設置され、運転台直下には標識灯のみを装備し、窓の傾斜角度や塗り分けパターンも量産車とは異なっています。また、落成当初の車体側面には、インバーターハイテクロコのロゴが描かれていましたが、後に、赤紫色の JRF ロゴに変更され、現在は白色の JRF ロゴとレッドベアのロゴが描かれています。そして、901号機の各種試験をもとに改良点を加えて、1994年9月から製造されたのが、量産機基本番台です。試作機と比較して、前照灯の数、塗り分けの変更と相まって、外観は大きく変化しています。また、試作機と同様、MTU 車製エンジンを搭載しますが、10号機のみ50番台以降で採用される小松製エンジンを先行して搭載し、試験走行を行っています。さらに、マイナーチェンジ版は多数存在し、1999年から製造された小松製エンジンを搭載する50番台。2005年から製造された 3VF インバータのスイッチング素子を GTO から IGBT に変更した100番台。2016年より登場した100番台機に防音強化改造を施し、関西本線の DD51 型を置き換えた200番台。そして、2013年10月より運行を開始したクルーズトレイン7つ星イン九州の牽引機として製造された JR 九州の7000番台など、多数の派生形式が存在しているのも特徴です。2022年現在、製造された数は50両であり、
北海道の五稜郭機関区、愛知県の愛知機関区、JR 九州の大分車両センターに配置されています。DD51 型では、不可能とも呼ばれた重量貨物列車の高速化を実現した DF200 型は、非電化幹線における大出力機関車の完成型でもあるのです。